えー、こんにちは、速化軸の久保です FX を始めて6年目の私は2年目から FX でね負けることがなくなりました1年目は結構きつかったです、うん、で FX なんですけどもなんかね最初のイメージとしてはものすごくねバカ勝ちするようなそんな瞬間がバン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 舞い込んでくるのかなと思ったんですけどもいやそんなことはなくてね基本的には少しの利益の積み上げなんですよねであとはロットの調整ですかいわゆる ベッドする金額を大きく張れるかかどうかっていう問題なんでですよでベッドする金額もまああの口座維持費っていうのがあるんですよねまあ口座維持費っていうのは変な言い方になりますけども証拠金維持率っていうのがありまして、えー、証券口座に入れてる金額のある程度まではロットを上げることができるんですけどもじゃあ証券口座に100万円預けてるからって言って300万円のベッドができるかって言ったらこれできないんですよねで、まあ、ですんで100万円の 口座、ね、への資金があったら大体やり取りして私がやってるのは大体1%ぐらいなんですよねだから1万円を3万円に増やせるかなっていう感じなんですよ1万円を3万円に増やすか1万円がなくなるかこのベッドを毎回やってるっていう単純に言ったらそういうふうになりますさあ今回は FX の話をしたいわけではなくて実はね株の話なんですよ、えー、最近ね私の即価塾の塾生さんで株スクールをされてるストーンさんっていう方がいらっしゃるんですが私は株は あほとんど未経験ですでも株と FX ってまあ共通点もあるんですよねまあそういう中で株にも少しずつ興味を持ってストーンさんのレポートを見てるところなんですけどもちょっと話題に上らなかったんですけどもね投資をやってるとこんなイメージがあると思うんですよ一つの株が大きく値を上げて大勝ちしちゃったとかね暴落して資金なくなっちゃったみたいなねで今回は株でバカ勝ちする まあ、素人がよく考えることかもしれませんけどもあのなんか株価がねもう何倍にもなってものすごく儲かっちゃって「やった!」みたいなそんな株はどうやって見つけるのかなってことなんですよ実は、えー、とここに書いてあるんですけどもババガー株ですかテンバガーー株株でですすかっていいいう言い方があるらしいんですよ、ね、でこれはねちょっと調べてみると野球用語で「バガー」っていうのは一塁打二塁打三塁打みたいな塁打を意味するらしいんですよね。 テンバガーで1試合で10塁打10塁打ってのはねちょっとね野球でも考えられませんけども10塁打を記録するぐらいの勢いで株価が急騰して10倍ぐらいまで跳ね上がる銘柄を天ガーっていうらしいんですよでまさに株の醍醐味って株価が10倍になって儲かっちゃったみたいな話じゃないですかでこの天ガー株の見つけ方って何かあるのかなと思っているんですけどもまあ私は、ね、別に調べたわけではないんですけども テンバガー株って言葉をちょっと知ったんでこれを今回ねなんかそのテンバガー株を狙う株式の投資の取り組み方ってあんのかなと思ってちょっと動画にしてみたんですよまたねこんな考え方があるよとかあんな考え方があるよっていうのが見つかりましたらこの動画で追加でお知らせしようかと思いますんでお楽しみにまたねご存知の方がいらっしゃいましたらコメント欄で教えてくださいテンバガー株うんなるほどねはいじゃあ今回は以上です